5、正解したら100万円だよ。3、2、はい、待て、あっ、どうぞ。間違えても100万円え、3回あるんでしょ、チャンスは。行ってみて、どうぞ。え、人で。ブ。新たに回答権がなりません。読みによって全然当たんなそうだ。よじまる。ムカデ。ブー。100本じゃん。あなたに回答権がありません。え、待って、じゃあ、かわいそうだから、ヒント漢字2つ。難しくない？そのヒント。クラマも漢字2つやん。最初の文字。クラマは3つだよ。最初の文字。クラマで。あ、そうなの。ケケじゃない、最初の音。シーン。あ、分かった。ケきた。ケイチョウ。ブー。はい、カツユ。なんやねん。カツユは鍋の鍋くじの名前だから。はい、ブー。残念でした。正解は国王です。ケイじゃん。国王です。ケイって言うやろうか。ふざけんなよ。あと2回間違えたら俺に100万円。100万円。じゃあ選んで。突然、マニアもんだよ。動画回ってから突然難しくしたね。そんなことない。誰だよ、お前。そんなことない。3万。何 ?3 万。これわかんない。はい、問題。はい、問題。アニメで渦巻きナルトの声を担当している竹内純子さんは、はい、ワンピースでいうと誰の声を担当していますか？はい。竹内純子さんだよね。タミタン。うわっ、待ってよ。どこ、これわかんねえな。ワンピース問題でもあるよ。そうだね。男か女かも。多分男の子だと思うんだよ。あ、誰だ。でもさ、はい、有名とかやってるってちょっと待ちなって。このランクにね、タイム制限ね、厳しいよ。だってはいって言ったしか。いや、わかった、取り消し。ブー。はい、待って待って。今、あなたに回答権があるって言おうとしたでしょ。待って、タイム。え、あ、難しいよ。ヒントちょうだい。でもさ、有名どこやろ。え、早くじゃない。ヒント言う？うん。最初の、いや最初の文字っていうか、出たところを教えてほしい。最初の文字でいいよ。うん。最初の文字でいいじゃん。アルファベットでいいから。え、でもこれがつくんだったら、アルファベット難しいな。あの、記号？子供時代。なあ、そうだよな。何かの子供時代だよ。誰かの子供時代をやってる。今何ワンピースやってたっけ。ナルト、どっち今。ナルトの問題。ナルトの問題と竹内ずんこさんが出てくる。竹内ずんこさんが出てくる。ワンピースのキャラ、そのキャラ、違う、ワンピースでどの人の声をやってるか。そう、竹内ずんこさんでしょ。ああ、はい、じゃあ噛んでいくね。うん、サボ。正解。素晴らしい。サボってあれじゃん、あの幼少期のサボ、シャンクスの神谷さん、神谷さんの人。メセモア YouTube チャンネルでは踊ってみた、ライブ映像、プライベート、ミュージックビデオなどなど最新情報をお届け。ワオ、チャンネル登録はこちら。